れない最後の力が枯れるまでここから一歩も下がらないギリギリまで頑張ってギリギリまで踏ん張ってどうにもこうにもどうにもならないそんな時ウルトラマンが欲しいそう。愚かな光だ。ちょっと、いつまで待たせる気？ごめん。ああ、あんたなんかについてくんじゃなかった。そっちから声かけてきたくせによ。すいません。受けてってもらえますか。ラッキー。すいません。バイバイ。いやないだろう。別の現象を目撃した方がいらっしゃいます。何か妙な光が飛ぶのを見たわけですが。そうなんですよ、ちょうどあの辺りからですね、佐藤、ね、うそ。ガム、至急来てくれ。はい。それにしても酸素のないエリアが急に出現するなんてことがあるのか。山火事の後とかなら考えられないこともないですが、むしろ何か他のガスが出て一時的にその区域から酸素が欠乏したと考えた方が。まもなく現場です。本当に酸素が半径1キロ前後のエリアから酸素が消失してます。ジェット燃焼停止。リバルサーリフトを水力へシフトします。スピード 70% 低下。
あれは前方に光る物体。まだ推測ですが、球体の光と酸素の消失には何らかの関係があるように思うんです。無酸素エリアはゆっくりとですが広がって、このままでは危険です。分かった、球体を破壊しろ。攻撃用意、発射。発射します。ガード南アジア支部から緊急連絡。ハイデラバード地区レーダーで球体と思われる物体を捕捉。ノボシビルスク基地北東60キロに球体落下。現在地上部隊が移動中。アラスカ支部からも緊急連絡です。ガム、一体何なんだこれは。スミ、また球体が落下した。デカン高原に落下した球体は南アジア支部空挺部隊が破壊。これで報告された球体の全てが破壊されました。最終的な被害は。幸い市街地への落下は免れたようで、人的な被害報告は今のところありません。そうか。しかしあの球体は一体。今ガムが破片を分析しています。確かにルシフェリン・ルシフェラーゼ反応で発光している光だよ。ということは海で光ってる夜光虫や海ホタルの光と同じものですよね。ああ、やっぱりあの球体は海から飛来したものなんだ。なるほど、それで僕を呼んだわけか。ええ、今井さんなら海のことは。そりゃ同じチームマーリンでも岩尾さんに聞くよりはね。確かにこの球体は海から来たと考えていいかもしれない。そして光と酸素の消失も結びつけて考えていいと思うんだ。本当ですか？それは一体。おい、今なんて言った？ついに海の怪獣が出たのか？え、ユーチーム周りの思想か？うん、そうなんだろ。攻撃兵器、あの球体がか。飛躍した考えかもしれませんが、何者かがあれを使い地球から酸素を消し去ろうとしてるんじゃないかと。何者かとは？海底のどこかでひっそりと暮らしていた無酸素生命体が何らかのきっかけで変異し、攻撃性を持ったもの、そう考えてます。そいつは地球をまた酸素のない世界にしようとしています。君臨するために。しかし敵が海にいると言っても、広い海のどこを探せば。僕に時間をくれませんか？あそこからこんな感じで飛んだんだよ。でその後海が光ったんだ。じゃあこの角度でこの間が2秒だね。うん、だいたいそのくらいだな。だいたいじゃ困る。いや、絶対絶対間違いないって。ジョージ、さっきの風速データと合わせて2度修正して。やってる。出たよ。 0.216S9 最終予測地点です。スミチーフ、横谷リーダー、チームマーリン出撃します。目標ポイント 0.216S9 都市防衛指令走る。了解。本当にここがポイント21なんとかってとこ？そうだけど、どうして？いや、この場所。なんだあいつら。あげつ
つこそ真の救済。最近増えてきたよなこういうの。うちの大学にも変なサークル多くてさ。こういう世の中だもんな。みんな平気な顔してるけど内心不安でしょうがないんだ。勝手なことばかりやってきたもんな俺ら。まあ、中間人間はさ、何かに滅ぼされたって自業自得ってとこか。そうなっちゃったお考え、地球のためかもな。本気で言ってんのか。何ムキになってんだよガム。敵が深海の無酸素生物という推論はどこから。あれを見てください。ああいった発光生物の先祖は地球に酸素がなかった頃から生息していました。酸素なしでも平気だったのか。むしろ酸素はああいう生物にとって毒みたいなものだったんです。そこで体内の酵素と酸素を結合させ酸素を消す。その時に化学反応で光が出るんです。つまり発光生物の光は酸素のない世界を生きてきた時代の名残だという説があるんです。しかしよ、あれなんか現に酸素のある海で生きてるわけだろ。地球が酸素の星になったからやむを得ない選択だったんです。それでも無酸素生物のまま進化しなかったバクテリアもわずかにですが生き残っていました。しかし、そうした生物がなぜ急に突然変異を。鍵はポイント 216S9 にあるのかも。そこに何が。覚えてませんか、8年前の事件を。8年前、大量の産業廃棄物が長い間極秘で海底に捨てられた事件があったのを覚えてるよね。うん。その時いくつかの海洋研究所から海流の影響で数年後には廃棄物が一箇所に集まってしまうという警告があった。それがポイント 216S9。 まもなくポイント 216S9 です。あの中に無酸素生命体がいるのか。入りましょう。酸素のない海です。セイレーに影響は。酸化剤を積んであるしロケット式で推進できる。心配するな。セイレーン、岩棚の裂け目に入ります。横谷、慎重に行け。廃棄物の窒素やリンの影響で大量に発生した微生物が酸素を吸収して海底に無酸素空間ができてしまった。彼らを変異させるきっかけを作ったのは我々人間の作った環境かもしれません。人間が自ら招いた最悪ということか。うわ、あいつが無酸素生命体か。突然変異だったお前、信じられない。無酸素バクテリアの集合体、あんな巨大に。ガム、この光は何なんだ。これも海底にいるやつの仕業なのか。光ってるのは多分普通の海ホタルや夜行虫です。それにしたってこんな。彼らの先祖も大昔無酸素の海に君臨していました。もしかしたらそんな世界に帰れるかもしれない。そう期待して必死で光り輝いている。海底のあいつがそんな夢を見させているんです。アップトリム10度。了解。マリンブラスト発射。
取り火事いっぱい。了解。右翼団バランスが取れん。チーム周り、応答せよ。チーム周り、応答しろ。おい、ガム。藤宮。そんな顔するな、ガム。お前が本気であの生物を倒すつもりか、確かめに来ただけだ。あいつが急に現れたのは誰のせいか、お前ももう分かってるだろう。あいつは、あれは進化の方向を間違った。地球の生態系を守るためには仕方のない。笑わせるな。散々生態系を狂わせたのは誰なんだ。進化の方向を間違えたのは人類だ。お前もそれが分かってるだろう。ただ認めたくないだけのくせに。言って勝てガム。人の愚かさを隠す戦いに、後で面白いものを見せてやる。俺にはもう迷いはない、ガム。もう一度行くぞ。はい。出力最大。動きやろ、この。ダメか。
言って勝てが人の愚かさを隠す戦いに。残ったのは悪魔の光だ。地球の資源を奪い、傷つけながら作られた愚かな光。お前が守りたいのは本当にこんなものなのか。それでも僕はこの光を守り続ける。にある謎の遺跡、襲来する宇宙雷獣、破滅将来体は人々の心まで閉ざしてしまったのか。次回ウルトラマンガイア石の翼、その時千葉参謀は